いけそうでございますでしょうかはいありがとうございますちょっと英単語読めないんでタイトルコールは割愛させていただくんですけども <laughs> えっと25分からですねえっとアマさんのセッションを始めさせていただきますよろしくお願いしますやっていきますよろしくお願いしますえー、っとはいほにゃらら旧スクラムチームサーベイを使って でチ,チームの継続的な改善活動を始めよううといいタイトルでじゃあ今日はセッションししていきますよろしくお願いします、えっと、です、ね、最初にちょっとお断りなんですけれども、あのこの時間、あの今日は終わりが5時だと思ってて、あの90分でワークショップやらせてもらう予定だったんですけど、あの終わりが実は4時だったっていうことがあの判明しまして、90分のつもりが30分でやらないといけないっていうことが判明して、ちょっとあの1時間削らないといけなくなったんで、今日ちょっとワークショップをやろうと思ってたんですけど、ワークはなしに。 してあのた,ただあのトークをしてあのこう <laughs> 終わるっていう感じにしようと思うんで、ただあのワークができるような状態にはなってあの皆さんに持ち帰ってもらえればいいかなと思ってるんで、はいあの、そんな感じで今日は話していきたいと思います。はい。えーっ,とはいえー、っと、簡単に自己紹介します。アマノと申します、えーっと。サイボーズっていう会社で、えー、っとスクラムマスターの今マネージャーをやっているのと、あとは、まあ、アジャイル。 アジャイルコーチをやったりとか、えっ、ー、と、あと、サイボーズが週3日働いていて、残りの日は個人事業主としてアジャイルコーチとかやったりしています。えっ、ー、と、スクラムフェス仙台が8月にあるんですけれども、今年で3年目になりまして、えっ、ー、と、2021年から数えてあの3回目になります。はい、そちらの実行委員会やってるのと、あと今月1で仙台でスクラムの,あのスクスクスクラム仙台っていうコミュニティをやっているので、そちらの方も毎月やってます。はい。えっ、ー、と、 こちらはね、うちで飼ってるコウメちゃんっていう豆柴です。一歳、今1歳と半年ですね、えーと。去年から飼い始めて、今年はコウメちゃんと一緒にキャンプにデビューするっていうのをやって、あの毎,毎週末、ま、毎週まで行かないかですけど、あの一緒にあの犬連れキャンプするっていうのが最近ハマってます。はいえー、と今日は ターゲットオーディエンスは、えー、効果的なチームを作ることに関心がある人たちが、えー、このツールの使い方の活用方法を理解してもらうっていうのとあとは、えー、と社内の人に向けてこのツールをどんな目的で使ってどんな価値があるのかっていうのを説明できるようになってもらえると良いかなと思ってます。こちらができれば成功かなと思ってます。はい、えー、これの読み方分かる人はい。 ああ当てないですあ。当てないんで、あの、あ大丈夫ですよ。<laughs> 当てないんで、あの、あ当てないけど、あ一瞬、はい、上げてくれた人が一人ぐらいいましたね。はい。これ、カラミニティと読みます。はい。えー、これ、使ったことある人って言いますかちなみに、使ったことある人はさすがに上がらないですかね。オンラインで上げてる方とかいますかあ、一人、今川さんが使ったことあるよっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。まだまだ使ったことある人は少ない感じですね。 はい。えっ、ー、と、これ、カラミニティは、えっ、ー、と、今、私が、サイボーズの社内で、スクランマスターに、えっ、ー、と、今年の頭2月ぐらいから、ちょっと一緒に使ってみないっていう提案をして、で、各チームのスクランマスターに協力してもらって、今、えっ、ー、と、9チームで契約して使っているんですけれども、ちょっと使い始めた経緯っていうところを簡単にご紹介します。えっ、ー、と、まず、あの、自分自身もスクランマスターなんですけど、スクランマスターって、 としてやっぱり組織の健全性をきちんと保ってあのいい感じにしていきたいっていう思いがあってでそれをできればその主観的にこう勘でやっていくんじゃなくてこうちゃんと客観的に見て健全なのかっていうところを測りながらでその上で改善していくっていうことをやっていきたいなって思ってました。で組織の健全性を測るって考えたときにどうやったらそれができるのかなっていうのが、まあ、もちろんあの疑問として湧いてくるわけですよね。で健全性 っていうのは、割との主観的にあの自分が快適にあの活動できてるかとか、成長できてるかとか、そういう要素が強いので、何らかのサーベイっぽいものは必要なんじゃないかなっていうふうな感覚はあって、ただ、いわゆるあの従業員のエンゲージメントサービスみたいなやつは、あれはなんかの 人事施策でこう導入して、なんかマネージャーがレポートを受け取って、なんか会議室の中でどうするんだってこう話が出るみたいな、ちょっとこれ偏見なんですけど、なんかそういう使い方のイメージが強くて、なんかあんまりこう現場で使ってこう改善していくっていうイメージが湧いてこないから、なんかそ人事っぽいツールを入れたいわけじゃないんだよなっていうのがあ,ありましたと。っていうのをあの考えていたときに、ゾンビスクラムサバイバルガイドっていう本があるんですけど、そちらの方で、あそういえばなんかそのあの本の中でまさにこういう。 ものを計測するようなサーベイあったなっていうのを思い出して、よくよく調べてみたところ、まあ、こちらのカラミニティを使うことになったっていうような経緯になります、はいでえっと。カラミニティとはっていうのは、ちょっと簡単にカラミニティがどんなものかっていうのを今日はちょっと急ぎで紹介していく感じになりますが、紹介していきます。 えっとで,すね、で、カラミニティとはっていうとこなんですが、えー、こちらはあの科学的な洞察に基づいて、まあ、チームワークのスコアを算出して、でこのあたりのスコアが低いから、こんな改善するのお勧すすめですよみたいなことをやってくれるサーベイツールですね。あのサーベイを取って、チームメンバーからサーベイ取って、こう,あのこういう結果が出ましてっていうのスコアが出てで、そのスコアに基づいて、まあ、こういうところを改善するといいですよっていうのを言ってくれるようなサーベイになります。 でこちらなんですけど、あのこのクリスチャン・フルヴァイスさんとかダニエル・ウッソさんっていう、あのアジャイルコーチなんだけど、その学術的な研究をちゃんとされている方たちがいて、その人たちがスクラムチームの効果性に関する理論っていうあの論文を出していて、こあの,の RFGT でボノタケさんがこの,あの研究をすごい詳しく紹介してくれるセッションとかやってたんですけど、まあ、要するにあのきちんとまあ裏付けがある理論モデルを作って、でそれをこう検証するために、このサーベイツールを作って、 ででそれのこう自分たちが作った理論モデルを検証するためにあのスクラムあの旧,旧スクラムチームサーベイを作ってやっていたんですけれどもでそのサーベイツールがあの要,すあの要するに研究で研究のデータとしての,の収集の意味での,あのツールの開発はもうあの終わってもうあのチーム ワークの診断のツールとして一般的に使っていける、しかもスクラムに限らずチームワークの診断が可能だっていうことになったんで、このカラミニティっていうあのサービスに今、ブランドが変わって、リブランディングして提供されています。で、この、また後で紹介しますけれども、理論モデルに基づいて5つのまあ工事の要因と20個以上の回の要因、ああ主なファクターと20個以上のまサブファクターみたいなものに基づいてスコアを算出してくれるツールになってます。 はいえー、とこれかん、えー、とダッシュボードですね、こんな感じのものが出てきます。えー、と一番右の方にチームエフェクティブネスっていう青いあの項目があって、まあ、そこにひも付くまあ5つの大きめの要因と、あとはその周りに小さい項目が出て、これがあの実際にサービスするとこんな感じのレポートが出てきて、それぞれの項目についてあのスコアが表示されていたり、色がついたりとか、そんな感じで結果が出てくるようになっておりますと。 これは読み方後でもうちょっと詳しく話すんで、一旦こんなものが出ますよっていうのものだけお見せしました。はい、でこのカラ絡み域っていうネーミング、あの読めないし、<laughs> あの読み方もあのよくわからんっていう感じで、あのどういうこ言葉なのかってやっぱり疑問に思うわけなんですけど、これあのツールのビジョンを反映する3つの単語の組み合わせであの考えられているそうです。えっと、まずあのコラボレーション、あのカラ絡み域の、C、最初のの部です はあのコラボレーションっていう意味で、まあ、みんなで協力していきましょうっていう意味であのカラーミニティの真ん中のところはあのル,ルミネートっていうあの言葉からきていて、まあ、要するにあの困難な問題とか障害にこう光を当てるっていうものとであとは ET のところインフィニティの意味の、ま、それを永遠にその問題にこう改善点に光を当てて、ま、協力して改善してそれを永遠にこう繰り返していくっていうそう,そういう世界観をあのこの言葉には込めているということで。 あとあのあの、オリジナルのユニークなワードにしてあの、商標の問題が起きないものとか、そういう制約も考慮しながら考えるのが結構大変だったっていうことが、あのブログの方にはあの紹介されてたりしました。はい。で、カラミニティ使っていけるようになりましょうっていう話なんですが、カラミニティ使う上では、この元になっている研究の a セオ Theory of Scrum Chem Effectiveness っていう、このスクラムチームの効果性に関する理論というものの、ここ、 ににに対すする理解が非常に重要になってきますでこの,あのスクラムチームの理論、あの理,理論モデルをあの理解してない状態で使っても、あんまり効果,が効果がないっていうかあの、どの項目が何の意味で出てくるのかが全然あの読み解けないので、あのこの理論モデルを紹介していきたいと思います。はい、で、こちらの理論モデルが、えー、っと、アセオリー・オブ・スクラムチーム・エフェクティブネスっていう論文 の方で紹介されていて、でこの研究は、えー、効果的なスクラムチームの重要な要因は何で、それがどのように関連しているのかっていう、まあ、あのテーマを立ててで、それに基づいて、えー、と実際にこの文,文を書いたアジャイルコーチたちが、確かあのな6年とか7年とかの期間をかけて、でた,たくさんのチームをこうあの調査してあの、インタビューとかして、そこから出てきた要素からこう、あの 要素をあの抽出してでそれに基づいてこう理論モデルを組み立ててでそれの,こうあの関連性があの相関関係とか関係があるのかっていうものを、まあ、定量的に検証していくっていうようなあの統計的にあの検証していくっていうような研究になります。であのこちら長澤さんの解説記事が、えー、とあんまりあの専門用語をなるべく使わずにこの,あの研究の結果を解説してくれている記事があるのでこの記事も あのすごく参考になるので、日本語であの一番よくまとまっている記事かなと思うので、こちらの記事はぜひ読んでください。はい。で、いろいろ論文を読むと書いてあるんですけど、まあ、最終的にあの出てきた理論モデルとあの検証結果としては、あのこういうものがあの出ましたよっていうのが、あのまあ、これは要するにあの結論として導かれた理論モデルがこういうものになります。えーと 一番右のチームの効果性っていうところが、これがまあ要するに出,出口で、チームの効果性、これに影響するものは何なのかっていうところで、左の方にあの5つあの大きい丸があって、その周りにあの13個小さい丸があるんですけど、この要素を見出して、これがあの実際にあのど,のどのぐらいあの影響があるのかっていうのが、この チームの効果性とステークホーダーの関心というところであの5、513という数字とかがあるんですけど、まあ、これはあのどのぐらいの相関強さがあったかというのがあの書いてあったりして、であのこの破線になっているところはあの仮説として立てたけど、実際はあのかあのか関連性が認められなかったものとか、そういうものが書かれています。という感じで、まあ あの5つの要素とまあ13個の回の要素があって、それぞれでまあ相関関係が認められたので、このスコアに基づいてあの改善していけるようなサービスを開発したというようなものになります。でえー、とチームの効果性あで、それぞれの項目がどういう意味かっていうのを知らないとあのスコアが低いからやりましょうっていうだけでもちょっとあの意味わかんないと思うんであので、それぞれのスコアをちょっと解説していきます。はい、まずえっとこのの出口の一番 あの最後のチームの効果性、パフォーマンスが高いチームって何なのっていう話で、パフォーマンスが高いっていうのはどういうことかっていうところが、これはチームの効果性の2つの回予想が、ステークホルダーの満足度とチームの士気っていうものがあるんですけど、チームの,あのモチベーションが高い、チームモラールっていうチームの士気が高いっていうところと、チームの成果に対して、その成果を受け取るあのステークホルダーとかユーザーとか、そういう人たちがチームの成果に対して満足しているかっていう2つの 軸でチームが効果的か、チームのパフォーマンスが高いかっていうものを診断しています。ちなみに、ステークホルダーの満足度って、サーベイからだと、基本チームメンバーだけの回答で、ステークホルダーの満足度で、実際のステークホルダーの回答じゃなくていいのっていう質問もあるんですけど、これ、実際のステークホルダーの質問も実際に取ってみると、相関関係があるっていうのが分かって、要するにチームのメンバーが、 我々はステークホルダーに満足させられてますっていう評価がほぼそのまま反映されるっていうことになるから、だからメンバーだけのスコアでもあの診断ができるっていうことですね。いで、サーベイ上はステークホルダー招待して回答してもらうこともできるようになってますね。はい、チームの効果性の,あの原因になってくるような要素としては、あの反応性とステークホルダーの関心っていうのが2つからここに繋がってるんですけど、まず反応性ですね。で、反応性っていうのは、えー、とまあ、 えとめちゃめちゃざっくり言うと、あのどれだけ頻繁にリリースできるかっていう話ですね。で、えー、とまあ反応性って、要するにそのどれだけ頻繁にリリースできるかっていうのは、どれだけ迅速にステークホルダーのニーズにあのとか要求の変化に対応できるかっていう話ですね。で、反応性を高めるためには、頻繁なリリースができることと、効果的にリファイメントできることっていう2つの要素が定義されてますと。 はいえー、と確か論文の方だと,、えー、と、効果的なチームは少なくともスプリントごとにリリースできることって書いてあったような気がしますね。はいでえー、と次がステークホルダーへの関心ですね。これ、英語だとステークホルダーコンサーンっていうあの項目になりますねで。ステークホルダーへの関心は、えー、といわゆるあのゴールに対する意識とか、ユーザーに提供する価値についてどれだけチームが自覚的。 で、あの活動できてるかっていうような話ですね。で、えっ、ー、とまあ、えっ、ー、と、スプリントゴールを立てて、ユーザーにこういう価値があるんだよねっていう話をしたりとか、実際にステークホルダーとチームがやり取りをしてあの、コラボレーションできることとか、あとはスプリントレビューでしっかりフィードバックが得られているかとか、そういうようなところが評価項目になってきます。はい。で、次は継続的改善という項目ですね。 でえー、とこの要素はすごくなんかたくさん含まれてるんですけど、えーとまあ、この要素は、えー、とチームがあの自分たちと、まあ、あの学習できるような環境がどれぐらいあるかっていうものと、まあ、そこに向けてこうしっかりこうが学習して、安全にこうそれを実施できているかっていうような、あの反復的に学習して、よくしていくっていうことを繰り返すような、そういうことがどれくらいできているかっていうものを示すようなスコアになってます。 でえっと、その上ではスプリントレトロスペクティブの、まあ、振り返りです、ね、の質がすごく重要だよとか、安全性が大事だよとか、学べる環境があるよとか、なんかあの品質への関心とかもい,いろんな要素があるんですけれども、おおむねあのどれだけこうチームが学習して、そこから改善する力があるかとか、そんな感じの要素になります。はい、でそしてです、ね、この継続的改善と反応性につながる要素として、チームの自立性という。 要素がありますで、えーとまあ、チームの自立性は割とそのまんまの意味で、どれだけチームが自分たちで自己管理して、あの自分たちであの仕事の進め方を決めて進められるようになっているかっていう不安になるんですけど、えーと、この自立性の要素の中に、あのあの機能横断あのクロスファンクショナルの項目もありますね、えーとまあ。スクラムチームってクロスファンクショナルチームにしましょうってよく言いますけど、まあ、そのあたりの,あのプロダクトを提供するため に必要なスキルを横断的に持ったチームかっていうところもチームの自立性っていう項目として含まれていたりします。はいでえっとまあ、最後というか、これは一番あのこのモデルにおいては一番根、ねね、っこっていうか、あの一番こうよよ要因の要因みたいな感じにあのなっているのがマネジメントの支援という項目になります。でえっとまあ、こ,この項目はあの、まあ、どれだけマネジメント の人たちマネージャーの人たちがどれだけチームの障害を取り除くための支援を積極的にできているかっていうスコアですね。で、えっ、ー、と、マネージャーがこう積極的に支援してくれてるっていう感覚があることで、チームが自立性を得られるし、改善できるような気持ちも生まれるし、えっ、ー、と、あとこの右の方のこれ、ステークホルダーの関心か、ステークホルダーに対する関心も高まるっていうような感じで、 あのマネージメントの支援が直接効果性を高めるわけではないんだけど、効果性につながるような要素に対するこういろんな要素にこうすごい効いてくるのがマネージメントの支援ですよっていう風な位置づけになっております。はい,っていうような感じで、まあ、各要素、今説明したんですけど、これをバッと見るとまあこんな感じであのつながっているので。 えっとですね、あこれなんかこのモデルだけ見ながら30分ぐらい余裕でなんか話せちゃうあの味わい深さは <laughs> あるんですけどおもしいのが、まあ、今言った通りマネージメントの支援がこの、まあ、根っこの要素イネーブルメント要素としていろんな要素に対して効いてくるっていうところとあと面白いのはこの反応性ステークホルダーへの関心が高くてかつリリースもたくさんできるとチームの効果が高いっていうことがその両方必要っていうことですね。 なのであの、ステークホルダーの関心がめちゃめちゃ高くてあの、ゴールもしっかり設定してフィードバックを得てるし、あの心理的安全性も高いチームだとしても、リリースがあのあの数ヶ月に1回しかできませんとかだと、あのこのこう反応性を経て、チームの効果性っていう感じなんであの、反応性が低いことで効果性が下がるっていうふうになってしまうので、リリース頻度が遅いだけで、あの関心の高さが台無しになっちゃうっていうふうになって ところがあったりして、それもなんかすごく面白いなって思って見ていたところでした。はい。で、えー、っと、ちょっとダーっといっちゃいますね。で、カラミニティによるサービス実施の流れですね。実際使うサービスをツールとして使うとどんな感じなのっていうのを、えー、っとこれ、スクリーンショットでバー と説明していくんですけど、えー、と大まかな流れとしては、えー、とまず代表,代表者の人がサーベイに自分のチームについて回答してもらいます。でそうすると、レポートが生成されるんで、そのレポートに他の人を招待するっていう、あのインバイトのリンクが発行できるので、レポートからインバイトしてあの他の人を招待するでそそで。招待されたチームのメンバーが回答終わると、まあ、チームのレポートっていう感じで、であの回答者のものがこうどんどん。あの が合体して、あのレポートがチームのものとしてアップデートされるんで、それをみんなで分析するっていうような流れになります。で、えっと、この代表者が回答して、そ,そこにこう他の人を招待するっていう流れが、最初全然分かんなくて、あのみんなでサービス実施したら、あのみんな N1 のチームのレポートができちゃって <laughs> あの、マーチできなくてどうしようみたいになった時があったんで、まあ、こういう罠があったりしましたっていうのが、まあ、実際使ってみて分かったことですね。 はいでえっと、実際、スクリーンショットを撮ってきたんで、まあ、サーベイ実施しますっていうので、こんな感じで、あのアジャイこの2つ選択項目があって、えっと、基本上ですね、アジャイルスクラムチームエフェクティブネスっていうものを測りますっていうのを選んで、でチーム情報、まあ、チームの名前とか、チームタイプとか、まあ、診断タイプみたいなものを入れて、 で、えっと、まあ回答が30分ぐらいかけて回答すると、まあ、こんな感じの,あのパーソナルレポートっていうものが出てきますと。で、えっと、パーソナルレポートをちょっとスクロールすると、このみ右の方にこの URL が発行できるところがあって、まあ、ここからインバイトチームメンバーズっていうところがあるので、まあ、ここから招待リンク発行して出していくと、他のメンバーもこのレポートに参加して、まあ、チームのスコアが更新されていくっていう感じになっていきます。はいでレポート かから分かることとしては、えー、っとこれが、はい、あのさっき出したもののおさらいっていう感じになりますけれども、あの先ほどの理論モデルの図が、なんかもうそのままあの形状も,もう再現されたものが出ていて、あとこれちょっと気が利いてるんですけど、あのあこれちょっとこのプロジェクターだとすごい分かりづらいんですけど、矢印の太さが、これあの相関の強さであの矢印の太さがあの相関が弱いとか細くなって強いものは太くあの描画されてるっていうふうになってたりして、iPad の画面だと多分見やすい ですけどっていう風になってたりして、なんか、ああ、なんか気が利いてるなって思うんですけど。で、えっとですね、これ、ベンチマークと比較ができるようになっていて、これ、パッと見で、黄色いやつと青いやつと赤いやつがあると、あるんですよ、ここの中に <laughs> であの。プロジェクターの画面がマジでちょっとあの <laughs> 色合い全然わかんないんですけど <laughs> や、やつがあって。で ベンチマークの比較対象が、あのあの基本はあの Most Teams in Our データベースっていう、えー、とサーベイに参加している、まあ、大多数のチームの平均みたいなスコアと比較して、あの高いものは緑色で出てきて、あのこの下の方の,あのサ,サブ項目とかはたあの青くなってたりするんですけど、で高いものは青く出て、で黄色いものは大体あの似たようなスコア、まあ、平均に近いようなスコアですっていうのと、あと赤,く赤く出るものはその、 そのベンチマークと比較しても低めに出てますよっていうものになるので、なんで、まあ、あのパッと見であの自分たちの,あのチームが他のまあ客観的に見て他のチームと比較してどこのスコアが高かったり低かったりするのかっていうのは視覚的に分かるようになってます。で、えっとですね、でまあ、この中からあの自分たちが改善したいものをあの見つけて改善していきましょうっていうような使い方をするんですが、 えっと、レポートの中に、えっと、これ実際の画面だとこの、このスコアが出てくるところの下の方の画面にスクロール、下の方にスクロールするとこんな感じでフォーカスエリアっていうものが出てくるんですよね。で、フォーカスエリアって要するにあのこ、ここからあのまずフォーカスしてやっていくと、あのイン全体のこのエフェクティブネス、地名エフェクティブネスが改善しますよっていうインパクト。 インパクトが大きい領域をあの教えてくれてるっていうものですね。で、これでいうとあのマネジメントサポートとクロスファンクショナリティ、あのマネジメントサポート、その一番ル,ルートの要素ですねあの。マネジメントサポートとあとクロスファンクショナリティ、チームオートノミーの,の,あのサブ項目のクロスファンクショナリティのあたりが1番、2番。で、3番目がチームオートノミー、チームの自立性を改善していくと良いですよっていう、まあ、インパクトがありますよっていうことが提案 このフォーカスエリアっていうもので、インパクトの数字が100とか50とか49とか計算されて出てきていて、まあ、このあたりがまず取り組むと良いですよって教えてくれてます。はい。で、えっと、これ、あのあこのマネジメントサポートっていうところをクリックすると、さらに細かい内容が出てきて、えっと、クイックヒントっていうものと DI DIY ワークショップっていうものがあのざっくり提案されていて、 クイックヒントは、あのこれはマネジメントサポートの例なんですけど、マネジメントサポートを改善するためにマネージャーと10分ぐらいあの話してみましょうっていうような、あのこうちょっと対話をしてみるみたいな、こクイックにあのチームが実施できるようなアクションがこんな感じで出てきたりとか。あと、DIY ワークショップは、これ PDF ファイルがダウンロードできるようになってて、でこの PDF ファイルの中にこうの結構詳細な90分ぐらいのワークショップのステップがあの細かく書かれていて、それをやって、 やってみることで、こうチームとしてインサイトを得るっていうようなワークショップがあったりして、まあ、こういうものをチームでまあ相談し、あの対話しながら、どれやるかっていうのを相談して、で、実施してみるっていうことができるようになってます。で、全般、自分たちで設計して、自分たちで実施するっていうやり方ができるようになってるんで、まあ、チ,チームが自分たちであのサーベイして、あのこの結果を見てアクション設定してやるっていう、チームで完結して使うようなものになってます。 はいでえっと、優勝版だといろんな機能が使えるようになります。あれこのセションちなみに50分まであ,50あ、55分までじゃあ、あと5分いきますね。はい。えっと <laughs> あ、はいえっと、優勝版だと、はい、いろんな機能がアンロックされます。ええっと、そうですね、あのでデフォルトだと、あのレポートあの、このレポート分析するところまでは無料でできるんですよ。なので、あの一旦チームでやってみるっていうのことはできるんですけど、 えと無償版だと、このレポートが30日でエクスパイアして見れなくなっちゃうっていうのがあります。で優勝版だと、まずそこがアンロックされるっていうところと、あとチームダッシュボードっていうものが使えるようになって、あのいろんなチームの,あのデータをそこに登録して、でさらにチーム横断で、あのこ,これがのチームのかあの,かあの 例えば5人が回答したら5人分の回答がここにチームのスコアとしてまとめられるんですけど、チームダッシュボードだとさらにここに5チームが参加してたとしたら5チーム分の、まあ、その5チーム分をまとめたスコアとして横断分析ができるようになったりとか、そんなことがダッシュボードだとできるようになってます。はい、えー、と優勝版があの2つあの、プロフェッショナルプランとエンタープライズプランっていうのがあって、うちはあのプロフェッショナルプランっていうのを使ってるんですけど、確かえっ、ー、と チーム年間で4万円ぐらいですね、240ユーロだったと思うんですけど、あの円安効果でめちゃめちゃ高いっていうさすがあるんですけど <laughs>、はい。という感じになってます。で、えっと、た,た,ただ、年間で4万でこれぐらいできるなら、自分はあの継続的に使っていけるなら、すごいあ,のありだなって思ったんであの、スクラムマスターが定期的にサーベイ実施して、チームでワークショップやるとかが年に2、3回とかできそうなら、全然ありかなって思って導入進めてます。 はいでえっと、これはやってみないです、今日は。<laughs> 今日やってみない。きょう本当にやりたかったのは、これじゃあ、あの今紹介したのをベースに皆さん、回答してみてくださいっていうのをやろうとしたんですけど、はいあのそれあと、あとディスカッションやりたかったんですけど、今日はやりません。うんはい、で、えっと、もう指名の話で、えっと、皆さん、サービス回答しましたといろんなこう知見が得られましたっていう状態に本来はなってたんですけど、<laughs> そんな気持ちで聞いてくださいね。 でえっと、おすすめの使い方としてはあの、サーベイを四半期に1回ぐらいの頻度でチームで実施しますで。サーベイ実施した後はレポートが出てくるんで、それをチームでみんなで読みながら、うちのチームってこうだよねとか、定期的にやるとトレンドとかも出るんで、トレンドで前回からこのスコア変わったけど、なんでかなっていうふうな分析をしたりとか、っていうのをチームでワイ,ワイあの振り返りをしていくのがすごく良いでしょうと。であとあの サーベイを四半期に1回ぐらいやるんですけど、この改善のためのアクションを設定するっていうことは、あの毎週できると良いと思っていて、自分はスクラムマスターとあの毎週ワンオンワンしてるんで、そのスクラムマスターと話しながら、あのこのカラミニティのレポートも見ながら、毎週何かしらアクションが設定できるならするようにしています。はい。っていう感じで、こう、何て言うんでしょうね、こう客観的なデータを使って、そのなんか体温計とか体重計みたいなイメージですよね、を使って、自分たちの健全性を測って、 で,で、そこに基づいて、こうアクションを実施していくっていう使い方があの一番いいかなと思ってます。はい、ええー、と、カラミーティーを最大限に活用するための十の原則っていうものを。ええー、と、これ、あの作,作者の方たちがいい、あのものを作ってくれてい。 であの原則書いてくれていてかつそれを長澤さんが翻訳されてくれているのであのとてもあの参考になるので読んどいてくださいっていうので今日は時間がないのでスキップします。えっとだいうーんそうですね1個だけ強調するとしたらやっぱりチームがあの参加してやるものなので強制して使わせるものではなくてチームが自然にこう使って自然に広げていけるっていうのがすごく大事かなって思って っていますあのなので、評価のために使うとか、サーベイでスコアが出るものだから、評価に使っちゃったり、そこに安全性がなくなると、すごくやばいと思ってるんで、そこはチームの安全性第一でやっていくのが大事かなと思います。はい、というわけで、最後まとめになりますが、はい、あのカラミニティというツールがあります。あのすごくあのいいツールですで。何のために使うかですが、はい、あのチームが自分たち自身であのパフォーマンスのボトルネックになるような原因を特定して、まあ、自分たちで改善。 できるということはあの自分たちチームが自ら成長できてあの自らあの改善して事実的になっていくっていうそういうチームが増えていくようなあの目的になります。で、まあ、最終的には生産性も高くてメンバーもあの幸福だし、まあ、自分が成長できるこのチームで働けてよかったって思えるようなあのチームでかつあのステークホルダーも満足してるからあのしっかり成果も出せ,出せているっていう、まあ、そういうパフォーマンスの高いチームが 増えて組織全体のパフォーマンスが高くなっていくっていうところが作れるとあの最高だなと思いますね。はい、でもちょっとメリットもおさらいしておくと、えっとまあ、なんといってもやっぱり客観的にその理論モデルにあの基づいて、ちゃんと、ね、エビデンスがあるものに基づいたあの知見が得られるので、なのであの主観的、管だけに頼らなくて済むっていうところですよね。はい、が良いと思います。 チームが自分たちで障害を除去できるようなチームになっていくことがすごくメリットですし、はい、あの複数チームで利用すると、チームの横断分析ができるので、組織の,あの問題を発見して取り組んでいくとか、除去していくとか、そういう取り組みにも、組織的な課題にも対処するような使い方もできますし、はい、あとスクラムマスターがあの提案される DIY のワークショップとかは、そのスクラムマスターが自分で考えてこれやってください。 っていうととすごくやっぱめちゃめちちゃゃ難しいことだしこだどんなワークがあるかとかどんな取り組みやればいいのかっていう引き出しを増やすことはやっぱりすごくあの労力がかかることなんですけどこれだともうあのスコアに応じてあのそれぞれあのいろんなものをたくさん出してくれるのでスクラムマスターがそれをまずやってみるっていうことで効果的にあのスキルアップして経験積んでいくっていうことができるかなと思うのでスクラムマスターのスキルアップ 成長っていう意味でもすごく効果的なツールかなと思ってます。はい、といったようなところのメリットを挙げて、あのよければ皆さんのチームでもぜひあの活用してください。えっと、ちなみにあの、日本でまだ活用しているチームはほ,あのほ,ほとんどなさそうで、このツールを使うとあのタイムゾーン。 とあとあのマルチバイト文字の不具合をめちゃめちゃ踏むんですよ <laughs> で。であの、でもた,ただあの報告すると作者の方、あのすごいあの普通になんか夜中、あの日本の,あの深夜2時ぐらいにあの返事してくれて、翌日回収してくれたりするんですごくあの迅速に対処してくれるので <laughs>、だからあのめちゃめちゃサポートも早くて手厚いんですけど、た,ただ日本人ユーザーがあの今、極端に少ないんだなっていうのがすごく面白くて <laughs>。 日本,日本語であのチーム名設定すると、なんかあの招待リンクが壊れるとか、なんか結構面白いバい枠があったりして <laughs>、それも治ってるんですけど、結構なんかそういう,こう素,素朴なこうデバッグにも今、協力できますよっていう <laughs> コントリビュートしていきましょう。あのあえー、報告すると、リリースノートにも名前書いてくれるんで、ちょっと自己肯定感が上がるのでおすすめです。はい、なんで、ぜひみんなあの活用して良いチーム作っていきましょう。はい、自分からは以上です。ありがとうございました。 はいえー、と時間ほぼないけど、質問 1, 1個、2個ぐらいもしあれば。相関図のやつがちょっとだけ気になって、はい、相関係数のやつが、例えばマネジメントの支援と反応性の相関性、まあ、ほ,ぼほぼゼロじゃないですか。はいまあ、ゼロってことは、まあ、ほぼ寄与しないっていう。 解釈ででこれ合ってるんですか要はマネジメントで支援をしても要はリリースが早くならないよっていうそういうことを言ってるってことですか、ね、これっとこのマネジメントの支援から反応性のところこ,ここがあの今って点線であのマイナスの数字が出ているっていうところですよね。うん はい、あとこれ、マイナスではあるんですけど、あの逆にマネージャーが支援すると反応性が下がるんかっていう話ではなくて、あのこあの仮説としてあのマネージメントの支援で反応性があの良くなるんじゃないかっていうあの仮説を立てたけれど、その相関は認められなかったっていう結果になったっていうことなんで、あの直接反応性を高めるわけではないんですけど、あの反応性につながる他のすべての要素に逆に効いてるっていうあの結果が出たんですよね。 な,なのであの直接はあの改善しないことは分かったけど、ただ、反応性につながるあの他の要素にとってすごく大事、だから結局、マネジメントの支援はあのほぼすべての要素を強化するので、あのいきなり反応性、リリースヒント改善していこうみたいな話とかあのス、ステークホルダーへの関心を高めていこうみたいな活動よりも、マネジメントの支援にまずは取り組むことが効果が高いし、あのインパクトが高いことが多いですよっていうことが分かったっていう。 悪くなるわけでも良くなるわけでもないけども、他が良くなるっていう話、よ,より他の方が良くなるよっていうことを指しているっていうことですかね、はい、この図で言うと。はい、そうです。なんであの、ま、マネジメントの支援は直接チームの効果も高めないし、わけではないけれどもあの、リリースも早くなるし、ステークホルダーの関心も高まるようなチームを作る上では、マネジメントの支援は極めて重要ですっていうことですね。自立性からステーークホルダーへの関心も似たような感じ それ自立性からしクホルダーへの関心とかも、やっぱりこの出口に近い要素をいきなり改善するんじゃなくて、この入り口に矢印が出てる根っこのところがまず優先して改善していくことで、他の要素にも効いてくるから、そちらをあの集中的に取り組むのが良いでしょうということですね。 はいあのけ結構このモデルの読み方としてあのすごく大事な観点だと思うんではいあのその質問をいただいてはいあの非常に助かりましたありがとうございます時間ですかねはいじゃあすいませんあの クロージング始まっちゃう感じがするので、ちょっとすみません、もし質問ある方、この後あの仙台の方では飲み会もあるのであの、そちらでも聞いていただいたり、あとディスコードの方にもコメント書いていただければ、後で見直してコメントしたりもするので、そちらでも聞いてもらえればと思います。はい。じゃあ、終わります。ありがとうございました。 いかがでしたかスクラム東京のチャンネルでは、今ビジネスを支えている様々な人々のリアルな話題をお届けしています。チャンネル登録と <laughs> …いかがでしたかスクラム東京のチャンネルでは、今のビジネスを支えている様々な人々のリアルな話をお届けしています。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。